ヨハン・クリスティアン・ゼンケンベルクヨハン・クリスティアン・ゼンケンベルクはドイツの医師、博物学者である。フランクフルト・アムマインの医療と教育のために財産を移存し、ドイツで2番目に大きいフランスフルトのゼンケンベルク自然博物館はゼンケンベルク自然史協会が運営している。フランクフルトに医師の次男に生まれた。12歳になった1719年のフランクフルトの 大家で、屋敷が焼け、経済的に苦境に陥るが、奨学金を得て1730年から、ハレ大学で、フリードリッヒ・ホフマン、ゲオルクシュタールらから医学を学んだ。神秘主義的な神学者、ディッペルの影響を受け、大学を辞めた。有名な牧師、フランケの下で、孤児院や病院で、事前活動した。1732年春に、フランクフルトに戻り、 医師の資格なしで医療に携わるが、兄の助力で、ゲッチンゲン大学のアルブレヒト・フォン・ハラーの下で学料を得た。フランクフルトの医療局で働いた。1740年に、最初の結婚をし、娘が生まれるが、妻は産塾で亡くなり、娘も1945年に病没した。1744年に、妻の友人と再婚するが1747年に、 再婚した妻と息子も病死した。1754年に3度目の結婚をしたが1756年に別居し、別れた妻も1756年に死亡した。3人の妻と子供を失った後、すべての資産を故郷のフランスフルトに寄付することを決め、1763年に財団を設立し、医療、研究施設の建設を行った。 後のフランクフルト植物園の元になる薬草園を作った。1772年に建設中の病院を視察中に自己死した。シンクは植物の学名で命名者を示す場合にヨハン・クリスティアン・ゼンケンベルクを示すのに使われる。ありがとうございます。